この観客の多さにも圧倒された中でイベントを行えたのがすごく気持ちよかったです。新潟の方々みんな元気な方が多くて、で笑顔が多かったなっていうのが印象的でした。まあ、デイランを通じてたくさんの方から元気をもらったなというふうに思っています。今日はたくさんの方たちと一緒にジョギングをしたり、本当にコミュニケーションを取りながら楽しむことができました。2020年にオリンピックが日本でありますんで、ぜひその参加して楽しんでくださったらなと思います。2020年に向かってですね、なんか勇気が湧きました。こちらからありがとうと言いたいです。2020東京オリンピックがありますけど、ぜひ皆さん夢を持って目標を持って頑張ってもらいたいなと思います。